うちってまあ特に商品めちゃくちゃこだわってるから、その商品のレベルが、まあその親方はすごいできるんだけど、ちょっと評判が悪いから、今日に休止しようと。どれ？あ、じゃあ。動揺しません。本当に抜き打ちなんだよ。ちょっと挟めるやっぱいい気しもんな。そういうとこ気をつけたらいいね。あ、セさん、はい、うち結構安くないですか。だけど関さん間違っとった。面積が違うし、いい加減、あ、こらいい加減だなとは思ったけど。はい、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。本日3回目だぞ、これ、お前、言ったわけ。これぞ、お前、ほんと。はい、すいません。まあちょっと、もうこれ、テイク3、カメラのちょっと調子が悪いってことで、3回目なんですけど、まあ岐阜の、多治見までちょっと大きい物件あって、はい、行きました。まあそのついでとは言ってはなんですけど、まあ今さ、まあなんで河合くんがここにおるって、河合くんちょっと、まあ知らない人にちょっと説明しようか。まあもともと塗り替え道場の職人で、6年やった。6年ぐらい。で、初めて塗り替え道場の職人を黒字化させたところ、11人ぐらいやった。まで行って、まあいろいろあって、今は塗り替え道場って一人親方が集まりのみで、本体舞台っていうのはいないんだね。シーリング班か足場班はあるけど、まあもちろん本体舞台じゃないって言っても、15年、20年おる人が、おるでね、一人親方でね、はい、そんな人ばっかだから、まあ安心してほしいと思うんですけど、でそういう河合くん、6年、7年、まあ塗装職人やって、まあ作った人が、まあ今営業やって、そこなんだよ。それは3年。営業とかも3年だけ ?3 年ちょっと。今緑系の店長兼、塗り替え道場営業全責任者。はい。で、まあ、今回大きい武器あったので、まあ、一緒に行こうかって言って、一緒に行って、まあ、いろいろ話して、まあ、ついでだからっていうことで、帰り道に今、犬山の現場に来てます。はい。そなんでわざわざ犬山来たんですか。うちって、まあ、特に商品めちゃくちゃこだわっとるから、とことんね。はい。その商品のレベルが、まあ、その親方はすごいできるんだけど、全然、まあ、あんまり評判良くない。なんかチラホラ。チラホラ。聞きます。ここ直属じゃないもんね。緑店じゃないから、はい、その子はね。はい。違うエリアの店長の下で、職人さんでやってるんだけど。あとは、品質だけじゃないもんね。うん、まあ確かに下塗り上塗り2回入れとる、ちゃんとしとるはいいけど、ちょっとした養生ミスだとか、はい。ちょっとした、いや、ここは塗り込んどけよとか、ちょっと、ね、これそれこそこの間揉めた、あれ、あ、動画にならなかったか。ドバ綺麗にしとけよとか。ああ、ボツになりました。時間だから、そうそう、はい、大きい仕事じゃないから、パン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 じゃないから、はい。戸建ての家って。まあ、そういうところ、まあ、いろんな細かいところが、やっぱ、俺は民間の仕事で大切だな。まあ、ちょっと評判が悪いから、今日も一緒に。性格悪いね、まだ。あれ、カメラ回してるけど。性格悪いっすね。だけど、お客さんにね、最高のボール出すためには、まあ、しょうがない。まあ、それも調子も分かってるし。で、特にさ、まあ、緑店の責任者、やってるじゃん。はい。バリバリの職人だったから。バリバリっすね。特急取るか取らんかね。はい。特急が何人いたやんな、その職人は。特急っていうか、その、いろいろまたあるんで。特急2級の特急みたいなでしょ。資格とは別で、また、免許になるんですよね。あ、そういうことか。資格じゃない、免許です。あの、訓練指導員の免許。うん、うん。それは何、営業も、その3年も4年もやって、職人への熱い気持ちがまだ落ちないんじゃん。なんか他の職人見てるとやっぱ悔しくなるんですよ。なんか自分が今塗装の経験が止まっちゃってるじゃないですか。塗装歴20年で止まってて、みんなどん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 経験値上げるって、新しい材料使ったり、新しい工法があったりとか、道具とかも私とかで、今結構インスタとかでもいろんなの上がるじゃないですか。いいな、やってみたいなって思っちゃう。あ、見とって。見とって思っちゃう。意識高っ。高いね。もう本当に、もう、はい、職人なんだよな。はい。なんで、ネットとかでそういう木彫の柄付けたいとか。ああ、そういうのあるね。そう、普通のハケとかで木目柄にするんですか、あれ。そうですね、こういう、あるんですよ。それ買ったりとか。あ、道具があるんです、そういう。はい。特殊な道具で。買って、緑店で夕方一人でやってたり。木目の柄を作ってみたい。はい、あ、こうやってやるんだ。はい。まあそういう男だから。はい。ああ、ね、まあちょっと、現場の管理じゃないけど、まあここは正式には現場の管理は他で入ってますよ。そうです。ペコちゃんが入ってるね。はい。確か。はい、入ってるけど、まあ教育になるじゃん。はい。職人もまあ、ね、うちはまあ本当に、まあこのレベルも本当高いと思う。はい。でもまあそれって何のためにかさはい。だからこれってやっぱり、ね、2回ルール頼むのは、わからんから。はい。このみんながこう、お並びじゃないよね。
まあ、やっぱりちょっとずつ差があって、こういう人もおるや、こういう人もおるから。で、そういう人をやっぱ、まずは引き上げなかった。俺らが思っとるこのレベル。はい。それを見たい。はい。お客さんのとこ行って、いや、こんないよ、俺、なかなか。ないっすね。で、なかなか2人で、だってこんだけ1日おることもないしね。ないっすね。今日初めてじゃん。もうそろそろ帰りたい。まだオープニング始まってるから。もう一日はしんどい。だって8時半から一緒だもんね。そうそうですね。うん、もう草津いい。11時。社長と一緒半日。半日疲れた。ガチャ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 やれるし。半日ぐらいです。あれやこれ、あれやこれ。まあ、一回やめてみようか。はい。もうオープニング撮るのはちょっとあっちんちになりたい。まあ、どんだけ真面目な話しても、俺がこんな格好でうろうろしてる時点で。はい。ちょっとじゃないか、あれくんも、YouTube で。そうっすね。お前だって、僕撮りに来て。お前 YouTube カメラマンになってから、河合くん撮ったことないじゃん。この間撮りましたよ。ああ、そうかそうかそうか。インスタくれて、あの、奥さんの方が、YouTube で上げてくれたもんで、ちょっとフォロワーが増えました。へぇ、はい、じゃあ、まあ、今日も貼っとこうか。はい、今日も。はい、ただ貼っとったら、すごいいい夫婦でやって、はい、芸大原仕事にこだわり、もう儲け採算なしでやったからな。はい。お疲れ様です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 。若くないね、あんまり。そうですね。はじめまして。はじめまして。はじめまして。お気持ちで。あ、ごめんね。いい、ちょっと一緒に回ろうか。いい、あ、YouTube 出ても大丈夫なの。はい。いや、あんまり。もう、顔だけ、声だけ入るだけ。はい。よ、さっき、前歩いてきたらいいよ。俺後ろについてくだけだ。動揺しません。本当に抜き打ちなんだよ。この後スタイルももう、うん、スタイルももうほとんど終わってるんで、雨戸と、うん、あと幕府、うん、ちょっと怒られたでしょ、うん、聞いてないって。なんかちょっと噂は聞いておきますけど、面白いって言ってる、うん、昔のやつだな。雨戸が外の、うん、あのやつなんで、うん、外せれないんですよね、このまま。これレール取ったんですか。そうです、そうです。あの、上下にやって外せれないんで、はい、これですね。で、取って、で、また戻すっていうのがあると思うんで、だから、2階のやつは、あの、手すりがあるんで、完全に外せれないんです。取れる場合どうするの。そのまま、周り養生して、で、塗るしかないです。あ、雨戸とサッシが一体化してないんですよ。ああ、そういうこと。なんか指摘してくれんの。まだあれですもんね、手直し中、まだ最後は手直しし回ります。スタイル終わってから、なんか指摘って言われる。面白い、面白い。この良さそうなのね、いい人。もう人よさそう、はい。まあ動画に顔は映せんで、あれ雰囲気はバッチリです。感じはわかるでしょ。はい。喋りますしね。ね、人よさそうで、コミュ力はありそうだし。いやいやいや、ね、お客さんに丁寧にやってくれそうだよね。それが一番まず大事じゃん。はい、あ、このサビ全部入れてくれるもんな。はい、お客さんにとっては商品なんで。サビの入れ方がちょっと足せ。ちょっと逃げすぎてるって感じですか。で、こっちは綺麗に角まで。乗ってるな。ビスのところが、こういうところが、ちょっと、ローラーに来てる。あの、昨日、雨降りそうになった時に塗ったんで、もうパパ、ちょっといいですね。はい。で、お客さん見えてやっぱいい気しもんな。もう一回、はい、パパーとその日にさ、終わっちゃうんだな。この方、この方見たらいい気しもんね。そういうとこ気をつけたらいいね。そうっすね。ここ、日本は、綺麗に仕上がって、最後、慌てたんだな。いや、だから、こっち向きで走ったもんね、ちょっと雑だ。あ、ほんまっすね。あ、はい。手直しお願いします。はい。昼からもう一回サビちょっと出るんで。あ、一回出るな、サビは。はい。あの、上がまだ、雨戸がやってないんで。はい。たぶん一発バーって走ったんだ、軽くね。あの、防水屋さんがまだやれてなかったんで。ああ、そういうことか。まずは、壁だけ先に逃げたんで。ローラーでガラッと行けるところだけ行ってみたいな。でも、こういうとこですよね。ほんまに手抜きっていうか、なんか塗り終わったら気づかない。わからないですよね。悪いやつはほんまにお客さんいてないときに、本ちゃん一回塗って仕上がりってなりますもんね。うんだよな。はい。それだけ1人区変わってきて、2万円、3万円。どう？お前、お尻は？わかんないです。この今の途中段階で、ここ逃げたのが、あえて逃げたのか、うん、後で結局、濡れてて、
水がついてたからちょっとそこ避けたとかっていうパターンもあるんで、うん、途中段階ちょっと分かんない時はありますけど、うん、今乾いてるからあれだけど、こういうビス回りとかこの付け根って水もあるじゃないですか、うんうん、あなもんで、そのちょっとまあそのこの辺までにしたとか、こういうところに水伝うんで、うん、それで逃げたっていう可能性もあるんで、うん、上から止まっとる、これ、なんかもうずっと開いと思う、開きっぱなしですか、開いてます、最初から、最初からでも、なんかつくわけじゃないから、はい、なんでやろう、 あれは逃げた、あれはあの、昨日やってたんで、雨で、ああ、そういうことだ、ああ、そういうことだ、うまいこと言ったね、で、細かい作業だよね、で、これ永遠のテーマだよね、職人と管理がさ、細かいことで言うせえなって、うん、もう職人やってるの分かるもんな、うっせぇなどういうやつなのなんてうまいしどういうやつなのうまいしねいや、分かるよでも洗浄は土間まで全部やってくれてるんですよね、うん、これまだ塗ってないでしょそれまだ1回目ですあ、これ1回塗ったのこれ、はい、なんだなこれこれなのあとこれサビこれサビですね綺麗かなこれはペーパーがなんか当てとり当てても当てても限界は限界が不利でしょうね、うんだけどこう難しいね中から見えちゃうんだねこれがそうですそうすると吹き付けやるともっとすごいことになるんででもこの誰が見えちゃうんだね中から、はい、難しいよねこれねだから手順で塗るって大変だしなやったら雨戸の単価2倍もらわなあかんせん裏側も塗るってこれでも管理に行ってお客さんと相談させた方がいいかもしれない、うん、僕らからしたら当たり前のことお客さん当たり前じゃないから、まあ、職人さんも来るようになったら後ろに出るよって管理言わんと管理も案内わからんじゃんお客さんとちょっと話してもらって後で言われても困るねお客さんのいいチームとかしまっとってさ誰誰誰ってなっとったら何これってみんなから言うじゃんでそういうところで損するだって職人さんって、うん、もう俺もわかるもうそのこといちいち言いたないしわかるけどでどうするんだってやっぱ自分のところに責任を置いていくと自分になっちゃうの責任さこれ難しいんだわお客さんにも見てもらった方がいいそうそうそうでそれ管理に行ったらいいんじゃない自分で話するのってちょっと億劫じゃんって、ね、まあそうですけどでもそういう時にお客さんとコミュニケーションを取ってると思う話しやすいうち人良さそうですよねなんかまあまあ言い方だけどあんまり評判良くなかった大丈夫もうキッとしてて本職とかさそのあれでーってうんあ、セさんはいあ、こんにちはこんにちはすいません、ちょっと名刺持っていないですよ社長の小林先生あ、ちょうどいいところに来てくれたんですけどはいセさんですねはいセさん、オーナーさんですねここセさんですよねそうですあのお客さんこれ今ちょっと僕見とって気になったんですけどはい雨戸がこれ穴が開いてるタイプなんですよ普通穴開いてないですよ、隙間あ、そうそう、古い板がねはいで、これちょっと見てもらうと分かるんですけど内側がこうになっちゃうんですよで、要はこれ今一生懸命綺麗に塗ってくれてもう一回塗るんですけどはいはいそうするとこう垂れ跡が出るんですよはぁ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 これを、まあ、家の中から見えるんですよね外から見えないけどうん、まあ閉めた時にはいはいでそれが気になるならもうこっちも塗るんですけど、はあはあはあ、やっぱこれが合ってるじゃないですかでもねやっぱ、まあ、単純に僕らも1枚いくらなんで、はい、2面塗ると、はい、20枚あるやつが40枚の計算になってきちゃうんで、まあ、内側いいですかいらもううちはもう年はもう90だからあ元気っすねえ90近いのマジですか元気っすねいいですか、ね、いや、ね、これ後で気になるかもしれないですけど。わかりました。いいですかお仕事何されたんですかえお仕事もともと何されたんですか中国のダムのエンジニア。あ、おぉ。あんならまあこういうことは詳しいですわね。詳しいかないけど、後から建築費もらってね、この間70過ぎてくる。すごいっすね。あ、許可をいや、定年後に資格を取ったのか。建築士だよ。建築士に2級しか取れんわねうちで決めてもらった決めて教えてほしいですねいやだけど決めて我々はね綺麗にできると思いますよあねこの人熱心だからありがとうございます立派立派あそうですよ、はい、何社か見積もり取ったんですかだいたいここを建てたねはいそれからお宅とそれから隣を塗ったところ3社で値段はどこが一番安かったですか値段は物によりけり項目にああうちが何パターンかして、うん、でもうち結構安くないですかだけど関さん間違っとったありがとうございますねありがとうございます
あ、平米がですか。面積は違うし、いい加減、あ、こら、いい加減なと思ったけど。あ、そうですか。じゃあこれちょっと使ってきます。まあ、私はそういう仕事に携わってたから、ね。あ、そうですよね、はいはい。もう全部平米。面積きちんと、あ、図面書いてね、パッパッパッと面積出すの。これが一番やりづらいお客さんだな。また本当だ、何でもありましたら、はい、いつでも行ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい見本になると皆さん真似するかも。まあそうですね。おお、いい評価もらいましたね。ちょっとバカ、ちょっとほっとしてるじゃないですか。よかったよかったみたいな。顔映せないがもったいない。はい。どう。うん。まあ人当たりはすごい良さそうです、ね。そうだよね。相澤さんも言ってましたもんね、それは。本当。あのお客さん系がいい。あ、本当。うん、あの会の方はどう。会に来るでしょう。あ、はい。はい。はい、どう。別に。まあでも、小、細かいのは、釣らないんですよ。ん？ああいう管理する人。あれも、いとしいでしょ。いや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 、それはしょうがない。言い方、言い方。わかるなーって。まあ、爪痕残してないよ。はい。もうちょっと爪痕。もうちょっと。これじゃないですか。これで完成ですよって渡されてから見たら、うんうん、まだこれあれだよねっていう段階はあるかもしれないですけど、はい、今途中なんで、まあ、直すのかなっていうところとか、あるんで。うん。どういうとこ気をつけるんだ、やっぱ、その、河合くんとか。見るとしたら、まあでもやっぱり戸建てって細かいじゃないですか、そういう付帯部とか、そういうとこですよね、うん、なんでトイの裏、まあ僕結構トイ、うん、ピカピカにしたいタイプなんで、うん、そうだね、トイが綺麗だとまた綺麗に見えるでね、とかあとは、まあ、ペーパー当てとる、まあ、当ててます、ピシッと当ててよ、綺麗ね、トイが綺麗だと本当に綺麗に見える、うん、あとはそのラインとかってね、そのガタガタしてね、うん、まあもともとそのこのアルミのサッシって劣化してくると白錆び出るじゃないですか、うん、で、デコボコで紙テープ貼っても隙間が潜るとかがあってラインが出しにくいっていうのはあるんで、あ、まあ、そこをどこでライン出すのかって難しいとは思うんですけど、出ますよね、ああいう、あとはこういう軒、うん、が結局モルタルの軒なんで、うんうん、まあ、ここ隙間空いてるんでまだ比較できるんですけど、ひさしのね、そうですね、そこのくっついちゃってるとラインが出しにくいんで、そのラインがどう、結局足場がなくなった時に、うん、お客さんってこの試着から斜めで見るんで、うん、なのでその時のラインの綺麗さ、上に合わせるのか壁に合わせるのかで、あの見え方って違うんですよね。ああ、そうです、お客さんの目線最初は紙テープでやれんから、そうんハゲでこうやって書いて、どっちから優先させることで、やっぱ綺麗に見えるのが違う。そうですね、壁に対してまっすぐ見たらまっすぐだけど下から見たらデコボコ見えたよねとかあるんで、いやいや、そうだ、顔が見とるやん、うわこいつの現場じゃなくてよかったわって、ラインの位置って悩みますね、悩みますね、あのプロはこう下から見ちゃうんで、白の方にはみ出すとラインがガタガタになるんですよね、でもこれ多分離れてこっちから見ると白がちょっと波打っては見えると思う。どこから見るかになっちゃうので、ああ、そうかそうか、こっちから見ると壁から行った方がいいし、そうですね、その最終的にどの目線で見るか、一番見える目線ってどこが綺麗かとか、プロの会話だ、はい、全く分からない、いい職人さんに育てくださいよね、うん、まあ、今後も長い付き合いになれば、はい、まあ、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます、ちょっと暑いでも帰るわ、お金がすいません、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、急に来て、いえ、大丈夫です、ありがとうございます、お茶物も持ってこず、いえいえ、そんなことないすいません、切る時で、はい、はい、すごいね、やっぱ俺ら二人で撮ったら全然違う、全然違うっす、はい、プロとプロの、いい人じゃん、いい人、めちゃくちゃ、はい、うん、逆に厳しい目線の動画にしたら面白いかもしれない、なんで多分そのチラッと聞いてた噂というか、その、うん、ちゃんと濡れてないとかっていうのが、まあ、人がやることなんで、まあ、ある程度は仕方ないと思うんですよ、あとはまあ検査してそれをいかにちゃんと最後直していけれるのか、うん、ただ、まあ、そうだよね、それがめちゃくちゃあったらダメですけど、うん、だけどこれってさ、俺も相澤さんにもチラッと言って、うちはこんなにこだわってんだよっていうのやって、それに答えてる人だもんね、まあ、そうです、それそんなことじゃない、汚いって、やっぱ確かによそのとそれでこのレベルでいいよって後半とか通ってきとると、はい、そのレベルの仕事してくるんですよ、たとえ自分があって、めちゃくちゃいい人そうだったね、はい、はい、分かりましたって、そうですね、すいませんって、じゃあそこにレベル合わせてきます、お客さんの意見もめちゃくちゃ良かった、そこがもう間違いないですよね、お客さんの信頼得てたんで、だよな、うん、だから俺思った、うん、今の動画、はい、結論は相澤さんが悪い、数量が全然できない結論は相澤さんが悪いんだけど、お前のその反応、はい、それ言っちゃうのみたいな結論相澤が悪いって、はい、これバーンって書け、はい、なじゃあ明日あたり相澤さん春日井
物申しに行こうか。はい、行きましょう。ガチガチ行こうか。はい。まあだけど、本当に、まあ、冗談話はさておいて、まあまあ、たまたまね、こうやって、あんまり評判が良くないという話も聞いとったで、まあ、見に行って、俺、今日終わってよかったと思うしね。はい、で、また向こうでも頑張ろうってなるしね。まあ、まあ、社長も来たら、関町も来たら、まあ、親ちゃんの2回道場も評価しまっとるんだ。はい。まあ、あなたはもうすぐ綺麗で終わっちゃうもんな。そうですね。うん、だけど、やっぱ、それを、春日井も切らんってことは、やっぱ、それなりの人なんだなって思ったけど、あったら良かったね。伸びるよね、ああいう人、まあう。細かくちゃんと言っていってあげれば。まあ、で、5年、10年、まあ5年、10年かな、まあ、1年、2年してくると、5件、10件やってくると、レベルが、これが当たり前になってくるから。逆に今までの管理が言えてなかったっていうのもあるかもしれない。まあ、それもあるかもしれないね。で、まあ、ばーって俺がたまたま撮影とか言ってきて、なんだ、来たんだーとか言って、なるもんで。まあ、これ最後になりますけど、足場の職人、仕入れの職人まで、自社でやってるからめちゃくちゃ強いの。足場、はい解体時もう通報入るから通報でそれをビビっとるから職人もはい管理だけが通したわけじゃないからそうですね職人もこれ汚いですよこれあかんぞババてチャットワークにねそうそうじゃあ写真送ってくるからもうそこでまた俺みたいなやつがグレーって飛んでいくもんねそうそれが怖いよねこれ外部の足場だったらもうどうなってようが自分たちの業務は足場だけなんでもうバラしちゃうのバラしちゃうけど職人があ大丈夫ですかこれ来るから一回どうしよう塗り替え道場に頼むしかないよもうはい頼んでください犬山、岐阜もやってますし、はい、愛知県ねちょっと遠いって言っても今も30分40分1時間で行けるから三重の鈴鹿まで行っとった方が多いなんかねはいで岐阜も俺結構やっとるねそうですね川合君も岐阜の職人だし職人さんも岐阜の職人さんに頼むからぜひ塗り替え道場ではいまずはお見積もりですねお見積もりはいもういいやろもういいですかうち一択でいいやろはいそれぐらいの気持ちで来てくださいお願いします、まあ、僕はあの来いってあの来てほしくなかったら僕は行かないんではい、いや社長来るでしょってそれはないんで おまけみたいなそうそうそう社長来るでしょ嫌でしょってなりませんので見積もり特定見積もり特定ぜひ見積もり依頼工事、はい、お願いしますお願いしますお願いしますせーのまた見てね